こちらね、JR 東海道新幹線の名古屋駅です。近鉄特急ね、21時のプレミアムシートね、思う座席がありませんでしたから、もう値段変わらないのでね、もう言えばもう本日で名古屋からさよならです。楽しいね、お正月休みでしたね。楽しいね。今ね、今日ね、日曜日で混雑しているんでね、少し早めに来ましたが、まだね、もう重積なんです。その代わりね、そんな豪華なことありません。1号車がね、最も空いてるような、早めにね。10年ぶりにね、新幹線乗車です。17番線に21時43分発、路線に467号、空いていればね。43分ね、混雑して、まあ、立ってでもいいんですけどね、京都までね、30分30、まあ、小玉号でもいいんですけどね、遅い時間のね、小玉号のなんか自由席がね、結構とうとう私も久しぶりに、まあ、のぞみひかり、いずれか、まあ、先頭がね、来ます。豪華なね、味わうのじゃないんでね、豪華な到着します。これ1号車すぐね、43分発、少し途切れましたけど、いや、いよいよどうかすればね、43分なんですね。さよならですね。楽しいね。駅係員までお知らせください。空いていましたからね。また
車内で緊急事態が発生した場合は、直接乗務員にお知らせいただくか、客室の通話装置、または非常停止ボタンでお知らせください。広島駅の後、広島駅は混雑していました。Welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express bound to Shin-Osaka. We'll be stopping at Kyoto Station before arriving at Shin-Osaka Terminal. Smoking is not allowed on this train except in the designated smoking rooms located in cars 3 and 15. The smoking room in car number 10 is for passengers in the green cars.嫌ですよね、明日からね。嫌ですよね、セットアップね。多分ね、神経痛でしょ。12年ぶりに東海道線が開通しました。
東海道線、山陰線、京都線、奈良線と近鉄線、近鉄線、同じ回です。名古屋って近鉄線同士、新幹線を近鉄線は私は縁がありますから、ありがとうございました。京都を出ますと、あっという間ですよね。次は終点、新大阪です。移動手段、移動しないの。3人分けね、1人で線路でき、それも連結のところに、そうあることじゃないですよ。いろいろですね。疲れは出ていますね。まあ、確かにね、何時間も、大阪からは疲れますよ。結構時間かかるね。これ47分ですから、ね、今日は。まもなく京都です。出口左側です。京都でお降りのお客様、車内にお忘れ物はございませんでしょうか。稲田の上、座席周りを今一度お確かめください。列車からお降りの時は足元にお気をつけてお降りください。ご乗車ありがとうございました。まもなく京都です。お出口左側です。33分。 You will soon make a brief stop at 京都ステーション。15分です。The doors on the left side will open. Please watch yourself when you get to the train. Thank you. あとね、5分で、次もね、これだけ臨時列車あれば、これ臨時望みですけど、もう乗車する方、これ新大阪止めなんでね。私も一人でしたからね、名古屋駅からね。どなたも並んでいませんから、帰って指定席の方がね、混雑していました。高いかなだってね、なんか隣にね、誰が分からない、そんな思いね、もう一点残っておりませんから。新幹線ね、乗車すると不安だったんですよ。で、こだま号も良かったんですけど、今日はなんとかなるし。あと13分で到着、早いですよね。のんびりしていられません。ありがとうございました。京都です。京都駅発車をいたします。京都駅扉が閉まります。時間通りです。京都です。ではこちらからね、近鉄線に座る今回この下からね、近鉄京都線、景色を楽しむって単なるも本当に移動したんです。これいいでしょうね、名古屋からね、新横浜1時間15分、ね、押し過ぎていればね、ノンストップです。時期、季節にありますね。京都駅です。近鉄線の、近鉄電車見ましたね。近鉄電車見ました。あと13分で到着。12分ですよ。と。五重塔です。当時のね。まさにライトアップしています。降りてからね。まだ大阪はいいんですよ。今日もまだいいんですよ、ね、今月行ってからがね、
僕の席にありませんでしたからね、21時は。結局ね、21時の列車に乗車したんでね、三宮でね、乗り換えることになる。結局はね、それなりに1000いくら差額、楽した方がいいでしょ。なんか楽を覚えるとね、大変なことしたくないんだよ。人を避けてね、行動を行っているから、もう人混みなんかうざいですよ。まもなくね、あと10分で到着する。何度も私、富士山見ていますからね、もう景色なんかね、バスね、たくさん乗車しましたし、明日からね、1月15日まだ明けましておめでとうございます。さすがにゃん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 20のんびりしていられません。到着します。充電しています。外します。バスでコンセントあるんで、まあ、一人でなんか景色に見るというね、景色なんか別にね、私通ってんだけど思わないんだけど、まあ、初めてね新幹線に乗られた方だったら富士山のね景色、まあ要するに、ね、新幹線というのはね、人がいかにね一人で占領できるか、その時期をね、目指さないとね、窮屈はあまりしますから。とても人のね行動を行うときは、これが1月8日ならね、こんなに空いていないでしょう。先頭だから特にとなりますから、地方車なんか、どなたもね、もう移動嫌なんで改札に近いところしていただいたりします。そんな思いしなくてもね、自由席でね、もう入った入り口のところすぐのところ、それで一応47分です、今日の時間ね、所要時間。駅コースの新大阪の家まで40分以上ですと、それ分かっている。まあ、だけど今日はそんなに混雑していないと思います。通例じゃ大阪駅から少し乗車する景色楽しみだからね、グリーン車でね、それとは全然もう意味合いがね異なりますよ。例えばね、1時間30分ね、旭川、札幌と旭川の、ね、感じとは全然異なるんでね、時間通りです。遅れはありません。本日は東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。終点の新大阪、新大阪駅到着をいたします。22番線ホーム出口左側です。合理的には足元にご注意ください。また車内の忘れ物ないよう、座席周り、座席の下、前の網袋の赤い網棚にあげましたお荷物等を確かめください。
特に貴重品となります携帯電話、スマートフォン、お財布、切符類などは必ずお確かめいただきますようお願いいたします。はい、到着後は回送列車で車庫に引き上げます。回送列車で車庫に引き上げます。車内にお忘れ物をされますと本日お返しができませんのでご注意ください。車内にお忘れ物をされますと明日以降のお返しとなります。お忘れ物内容を一度お確かめください。ご乗車ありがとうございました。終点の新大阪駅です。22番線ホーム左側の扉が開きます。We will arrive at 新大阪タウン。The west side will open. Please watch a step when you get the train. 時間通り。まだ乗車してからね。40分。新神戸止まりなんかありませんか。
レールスター休みね、たくさんご覧いただきましてありがとうございました。